屍の山を築き、我らが力を見せてくれましょう。ウォーサタンだな。<笑>そこまでよ。何？貴様らは。 帝国歌劇団とな。小賢しい。面白い。ここは私の。任せたぞ。お前たちの実力
死にたいなら前に出なさい。やるではないか。私自ら相手をしてくれよう。Thank you.
死にたいなら前に出なさい。はい。
団よ。いずれ決着をつけよう。神さん、そんなことしてみろよ。暴動だぜ。奴らの思うつぼってやつだ。あくまでも我々は極秘裏に奴らを叩くんだ。お疲れ様でした。大神さんがいて助かりました。これからもよろしくお願いしますね。大神さん、ヤツらとの戦いは始まったばかりなのよ。あまり浮かれないでね。アイリスねえ、お兄ちゃんのこと気に入ったわ。アイリスの恋人にしてあげるから、浮気しちゃダメよ。またモギリの仕事が待ってるぞ。大神さんは元海軍の少尉さん。そんな大神さんの前に突然現れた天才中国娘李香蘭、そして謎の美女。次回桜大戦、敵の名はクロノスカイ、大正桜にロマンの嵐。どうするの大神さん。